これは大丈夫なんでしょうか。大丈夫じゃえ。四代目火影ともあろうもんがおたおたすなえ。頑張れクシナ、頑張れナルト。ナルト早く出てこい。揺れるでない。母親への顔見せが先じゃろうが。やっと会えた。クシナ、体は大丈夫？な、リアコ様、タジ。この結界をどうやってすり抜けた？こいつ。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。だが、次はどうかな。急がないと。お前からキュービーを引き出し、木の葉を潰す。常に港がお前を守る。だが今港を遠ざけ、ここなら安全だよナルト。美獣を抜かれてもすぐには死なないか。こいつで殺してやる。閃光と呼ばれるだけは。ナルトは無事なの？ミナト、あの男とキュービを。また飛んだか。すぐに戻ってくるよ。あら、だらけって、わーっと。明日も早いんだし、今日はなしということで。任務を言い訳に、その地道な努力の積み重ねことが未来の任務を成功につながる。どうしたの？お前の態度だ。青春は今しかない。なんだこの感じ。こんな時に限って父さんと母さんが出かけてるなんて。あれはキュービー。三代目火影様、キュービーが。クシナの封印が解けたのか。あれほどのガードをかけておいたのに。謝るな、ガリ。かかってこい。俺が相手だ。待て。そういうことだ。行くぞ、ガリ。どうか見てやがる。勝手な行動は慎め。イルゼン様のもとに。これ以上の好き勝手は許さない。ここは
はやらせない。これだけの規模だと飛ばすところも慎重に選ばなきゃな。三代目様にすぐにでも今までのことを伝えなくては。お前の相手は俺だ。そして触れた瞬間にな。なんだあの術は。チナを連れてすぐに移動できたのはこの能力か。ことを知っていた。さらには九尾の封印を解き、俺の知る限りでは一人しかいない。いや、そんなはずはない。彼は死んだ。だがなぜ木の葉を狙う。どちらにしろただものじゃない。九尾のコントロール能力とここでケリをつけておかないと、この先九尾以上に厄介なことになる。マダラがそうだったように、キュービを口寄せしておける時間はそう長くはない。キュービを解放したい。こちらの物理攻撃は効かず、奴の攻撃時は実体化する。神出鬼没とはまさにこのこと。俺の体のどこかにマーキングを。契約封印。攻撃の手を緩めるな。はっ、行くぞ。さすが四代目。俺はこの世を滑る者。いるか。口寄せの術。少しの間、キュービを抑えていてくれ。いくらわし。私はまだやれるわ、ミナト。クシナ。このままキュービを引きずり込んで死ぬわ。残り少ない私のチャクラであなたたちを助けるの。クシナ、君が俺をそしてこの子の父親にしてくれた。何より、もし私が生きてて家族サラダ心残りがあるとすれば。クシナ、君がキュービと一緒に君の残りのチャクラを全てナルトに封印する。八卦封印に四季封刃だ。でもあの術は術者が。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封だから、キュービのもう半分は。この先、忍びの世界はおそらく大変なことになる。ミナト、でも。この四季封刃の後、君のチャクラをナルトに封印する。だからこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。私が大きくなったナルトに会うため、それも。のれ、やはり四季封刃のようじゃ。よし、あとは八卦封印だ。クシラ、大丈夫。
供がいるのか。かばったんだ。貴様。わかったわ。それだけあなたが本気だってこと。口寄せの術。確かに鍵は預かったなら行くけんの。もっと一緒にいたい。愛してるよナルト。父さんの言葉は